こんにちは、タイハッピーです。ご視聴ありがとうございます。今回五星戦隊大レンジャーからね、ドラッグスウォンタイガーです。はい、プレ版でもね8月に発売が決まってるんですが、今回はね、当時もの1993年発売のものでやっていきたいと思います。はい、パッケージはねこの縦型が、機電武人のパッケージなんですけど、後ろはいこちらはね機電銃のパッケージということで、2パターンね並べることができます。機電銃から機電武人への変形の他にね、天空機電と合体して騎馬大王へで、こちらはねあの電池のねギミックで発光とサウンド、生きてたら嬉しいな。はい、機電銃ウォンタイガーからの変形で機電武人、はい、そんなわけでね見ていきたいと思います。こちらもね大連王同様にねシールが大量にあったっていうのと、あのパーツがねランナーにくっついて組み立てるっていうのがね一部ありました。そんな中でね一番重要なパーツ、これ、グレーのねパーツとこの台座、これはねむしろ大連王についててもいいんじゃないかなといったパーツ、正方王のね台座なんですけど、これをくっつけることによってボディの下と足、これができるんですよね。これはね騎馬大王にしかついてません。いいスタイルになります。その他ね機電宝珠だったりクリアパーツがね細かいのいっぱいあって、組み立て済みなんですけども、これだけはねちょっと切り離さずに取っといたんですよね。はい、騎馬レンジャーの人形がねスペアで2つくっついてるんですけど、なんかこれはねなくしそうで切るのが嫌だったんですけど、ちょっと分かりづらいかな。騎馬レンジャーの直立不動のねミニフィギュア、はい、そして黄金剣、金メッキで途中のねグレーのパーツ、そしてこの赤いね宝石部分も組み立て式。問題はね25年前電池抜いてたとはいえね生きてるかどうか。はい、電池カバースライドで外して、使う電池炭酸の電池2本、これによって発光とねサウンドのギミックなんだけど、生きてるかな。レフターを閉じる、チェック、おお生きてた、よかった。後ほどね行きます。で、この状態だとねちょっとね今中途半端な形状なんですけれども、前足でつま先、反対側も前足を立ててでつま先で、次はね後ろ足、このロボのねつま先をこのように起こして左右に展開、腰の上まで持ってくる。この変形はねあのゴーバスターエースとかあの大電人とかみたいな結構好きな変形パターンで、後ろ足のねつま先も立てる、ここですね。はい、腰のくぼみに黄金剣を刺して両足で固定、後ろからね見た感じなんですけども、ちょっとピンボケ、はい、この剣のね赤いクリアパーツ、ここがねストッパーになるので、この状態でここにね止めます。尻尾に刺してカチッとロック。白子だけあってね黒と白のしましまがね、再現されてるのも虎っぽくなってます。でこのね虎の口は手動で展開可能で、スイッチ2箇所でねサウンドが鳴ります。はい、そしてね全体の成型色なんですけれども、白の素材に黒いね粒々が入ってるんですよ。石っぽい表現、実在の石だったら北斗石っていう石が一番パターン的にねこの粒々が近いんじゃないかなっていう。で横には機電宝珠、片側に3つ、そして片側に3つで、これね全部でね7種類あります。ちょっとね取り外して見ていきましょう。また簡単にねこれ取れます。1週間のね曜日と一緒で7種類あります。これはお日様の日、日ですね。順番にね見ていきましょう。続いては月、
それぞれね装着できるのは前足のね上の方に2つ、そして後ろ足に1つ、でこれで左右プラス口の中ですね。はい、口の中は先ほどのようにねセットするわけなんですけれども、まあ、かぶせるような形で、まあ、火の方針をねセットします。セットすると閉じることはできないんですけど、口の中の火っていうのは必殺の虎の子大秘術火炎玉、結構大事な部分ですね。まあせっかくなんでねもう切り取っちゃいましょう。もうほんとあとはなくさないように注意。キバレンジャー変身後のフィギュア、これをボンタイガーのね頭部にセット、そうすることによって劇中再現度がねさらに高まります。はい、それではお待たせいたしました。このウォンタイガー、今がね機電銃モードなんですけども、機電武人モードへ変形させていきます。フィギュアは取ります。はい、尻尾だけねこれは別パーツなので取り外して、あとは本体だけのね差し替えなしの変形となります。機電武人モードの発光も同じところが光ります。まあ、これでね目が光ってくれたらねもう最高なんですけど、気力と方向、鳴き声ですね。はい、そして可動域なんですけれども、機電武人、機電人ともにねこの腕の付け根、まあ、ここがねちょっと検討しましょう。左右で腕はこの変形の時に使ったねこの縦軸の回転、まあ、これの他に後ろに曲がるんですよ。そう、ちょうどこのように向けて反対側も向けると一応前に動くようになるんですよね。ちょうどイメージ的にはこんな感じ。腕まっすぐよりもねこういう風にちょっとでも動いてくれた方がね、まあ、劇中でもガリガリ暴れ回ってくれるからね動きが取れます。でまあ音体がさっきもね少し触れたんですけど、この石のようなパターン類稀な、ウォンタイガーだけですかねこの石パターンって。まあ、ちょっとねシールなんかももうかなり剥がれてきちゃったんだけど、戦隊職人版はどうなんだろう、すごいね楽しみです。で虎の子大秘術、これ他のでも6種は使われなかったですよね。ごめんなさい抜けてたら申し訳ないです、もううろ覚えです。で虎のね口の中だけロックがかかってます。この上顎を押すことによってロックが外れるので、これを押しながら取り外し、宝珠を取ることによって口は閉じるんですけど、まあウォンタイガーは開いてた方がいいかなっていうのはあります。はい、そんなわけでね今回の動画はデラックスウォンタイガー、まあ、当時版だったんですけれども、まあ、あの今年の8月にね戦隊職人版、まあ、発売が決まって、まあ、そちらはもうすでにねポチってあるので届くのを待ってる状態なんですけども、まあ、シールがなくなって全塗装になったっていうのと、一応開いた中が黒くなってたり関節の追加、あとは目も光るとかもうかなりね嬉しい仕様、これでねこのね今の2018年出るっていうのは、ね、非常に嬉しいですよね。まあ、BGM とかサウンドも強化されてるってことで非常に楽しみです。冒頭にねちょろっと出てきたこの正方形のジョイント足部分なんですけども、こいつは何なのかといったら天空機電流星王以外の4体と合体した時のジョイントです。ですのでね大レンジャー次の動画ではこちらのね大連王、そしてこのウォンタイガー、あ取れたウォンタイガー連動できるかどうか含めてねいろいろやっていきたいと思います。はい、そんなわけでね今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。まあ8月の戦隊職人版かなり楽しみです。では、あちなみにね流星王乗せることはねほぼ不可能なんですけど、このジョイント
まあ、変形のジョイントを生かしてこのめちゃくちゃガニ股なスタイルにして乗せることによって、あ、ないな、はい、乗ってる風にはね一応再現はできますけども、まあ、横からしか見ちゃいけないです。正面から見るとかなりきついです。足こうすればいいのか、横向きでも。そうするとねちょっと乗ってる風には見れます。